日。はい、ということで、今週も始まりました。クラブでタイのニコニコ生放送、フロムナイトチューブ。どうも、たかしです。社長、こんにちは。ゆりん来たよ。あらららら、ゆりんちゃん。おはようちゃん。今日は遅刻じゃないね。遅刻なんかするか。はい、ということで、じゃあ、それでは今週も行ってみましょう。早速ですが、オープニングの、どうぞ。はい、ということで、今日声でかくね。でかい？あら、ちょっとでかいかな。じゃあ静かに喋ろうかな。はい、ということで、じゃあ今週は、どんな人たちが登場するのか、そしてどんなコーナーがあるのか、お楽しみにとか言っちゃうな、ちょっとな。はい、ということで、じゃあ早速ですが、社長最近暑くない？暑いな。はい、ということで、今日のゲストはこちらの方です。どうぞ。イエーイ！いや、まさかの久しぶりに。お、誰や？足のぶです。久しぶりに。なんで笑った？今、あー、誰やって言われたから。ちょっと緊張。誰やって言われてテンション上がって、あははって笑ったの。いや、ちょっと久々すぎなんで、ちょっと緊張してるっす。あー、そうな。どんぐらいぶり？多分1ヶ月半とか、そのぐらいやね。あー、そうなんだ。じゃあ簡単な自己紹介をどうぞ。まあ、源氏永忍です。お酒大好きなんですけど、飲めなくて、1月3日誕生日なんで、まあその時に、まあ飲めるんで、まあ二十歳のお祝いしてくれる人おったらええなと思って、ちょっと今日宣伝しに来たっす。ね、1月の？ 1 月の3日っす。まあ早いな、君。まだ早い。5ヶ月ぐらい先。そうなんや、5ヶ月先ね。でもあれや、なあ、簡単でええよって来てるわ。なあ、簡単でええな。僕もしましょうか。なあ、たかし顔ってどういうこと？なの顔。今のな、忍のな、聞いてる時の顔ね。そうだよ。僕もじゃあ自己紹介しましょうかね。どうも、鉄たかしです。昭和62年12月13日、一座の大型。好きなタイプは、すぐやらせてくれる子です。すぐやらせてくれる子。はい。たかしの顔が怖い。やがましいわ。はい、たかしは大丈夫。あ、ほんと？あら、ひどいな。ちなみに最近何かあった？いいこと。最近っすか？うん、うん。いやー、最近どうすかね。肝試しに行こうと思ったんですけど、ほう、ちょっと肺病院に行ってこようと思って行ったんですけど、八王子の。ほう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 。行ったらそこが、肺気が潰れてて、なんか、ほうほう、結局グダグダになったっていう。ことがあったっす。てか廃墟が潰れててって、潰れてるから廃墟なんじゃないの？取り壊されてるんですよ。ああ、そういうことね。もうじゃあもう何にもないってことね。何にもなかった。ああ、そう、廃病院で潰れて、そうそう、俺も思うさ。この放送テンポいいや、ほんま。いやでもさ、その場所しか調べていかんかったん？その場所しか調べていかなかったんですけど、ていうかさ、今しさ、もうネット社会なわけやんか。こんなネット社会でさ、なんか、行ってやってないとかあんの？いや、行って、で、潰れてるわーってなって、はあはあ、ちょっと探したんですよ。はあはあはあ、探して、なくて、はあ、どないするってなって、グダグダやんってなったんですけど、ちょっと神社があったから、神社にだけ行ってきたんですけど、はあ、まあ、お参りに行かれて、はあはあ、神社行って、でもそっからもう、時間帯が時間帯ないんで、もう、帰ってきたっす。時間帯が時間帯で帰ってきたの？あ、もう朝だったっす、もう。あー、そうなんだ。もう夜が明けちゃったから。夜が明けちゃったから、もう。肝試しなんねえなっつって。なんないって、うん。肝試しあれだな、君。肝試しあれだな。肝試し、ちょっとやりたいんですけど。あー、そうなんや。ちょっとなんか潰れちゃって、ダメだったっすね。そうなんや。何お参りしたん？
いやー、ちょっと早く売れるようにって思ったんですけど、多分その神社もちょっと結構古かったんで、願い叶えてくれっかなと思って。いやでもさ、ちょっとあれだな、早く売れますようにって神頼みしてるうちは多分売れへんで。あ、売れないっすよ。やっぱね。いや、それはな、神さんに頼んでな、売れますようにって言って売れるんやったら、今、なんでもあれ、250店舗ぐらいで、4000人、5000人ぐらいいるのかな、歌舞伎町にホストは。5000人ぐらいもう全員売れてるよ。そうだよ、お前が頑張れよって。そう、神頼みしてる場合じゃないってコメント来てるよ。そらそうやろ、簡単じゃないやな、そらな。うんうん。まあ自分も頑張りますけど、ちょっとやっぱ神頼みもちょっとしてきたし。ああ、そうなんや。じゃああれな、努力をしなさいって言ってるけど、じゃあ忍の売れるための努力は何してんの？売れるための努力？うん。わあ、これ言っていいですか？何よ、もういや、その放送で言われへんことは言ったかんやろな。でしょ。それもな、ね、絶対あかんよ。まあ、うん、ちゃんと枕してるかって。ああ、枕はしないです、俺は。やめなさい、その話。お前なんかちょっとヒヤヒヤするわ。爆弾、そうだ、爆弾預けしそうだよ、本当に。なあ、いや、ほんと、何を鍛えてんの？何を鍛えてる、うん、今鍛えてるのは、まあちょっと、まあ、トーク力とか、まあ、最近ちょっとビジュアル系がやっぱお店に少ないんで、ちょっとガチガチのビジュアル系メイクとかもして、髪もちょっとそっち方面にしようかなって思ってるっす。ああ、そうなんや。ちょっと待って、一個ずつ解決してていい？はい。まあ、とりあえず会話の勉強してるって言ってやんか。もう全然拙ないからさ、今多分さっきも出てたけど、会話にお手伝いがいるなって言ってるやん。って言われてるのがまず一個と、バリバリのビジュアル系メイクをしようかなと思ってるって、言ってからまあまあ立たへん、君。まあまあ、まあまあ、入ってからすぐやん、もうな。入ってからすぐ言うてたやん、君な。そうなんですよ。入ってからすぐやろうかなって思ったんですけど、うん、俺メイク下手なんで。ああ、そうね。おしゃれも大事だよって来てるな。うん。ええ、たかしの顔が爆弾、もうふざけてるやつ、女。ふざけてる。そうやね。メイクしてきたらよかったやん。リズナーさんに聞いたらよかったやん。これどうですか、あれどうですかみたいなやつ。ああ、化粧してからさ。そう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 。聞いたらよかったのに。ちょっと、化粧がちょっと下手なんで。うん。やっぱ上手くなってからじゃないと見せられないです。あ、そうだ。今ちょっとメイクのちょっと勉強中っすね。いやでもそう、あ、レタイは私服じゃないですね。私服では1日だけですね。何やったっけ、土曜日か。土曜日っす。うん、土曜日だけ私服デーです。たかしはトークスキルを上げるためにどうしたの？どうしたの？なんやろな、大阪って、いや、土地あるあるかもしれないけど、大阪のホストクラブっていうか俺が働いてたとこって、パッてついて、お前らってもうグラス持ってくやんか。グラス持ってて、で、あ、チェスもらっていいっすかみたいな感じやん。いいわね。いや、マジでくれねえからね、それじゃ。え、もらっていい？まあ、そうそう。グラスなんか持ってこうもんなら、はぁ、何？お前調子乗ってるんみたいな。え、あげるって言うてへんのに何調子乗ってるんみたいな、いや、感じやねん。大阪っすか。そうそう。だから、もう、喋らない、必然的にもらわないかったし、ほんまに、一杯もらっていいですかって言うやんか。自分で一生懸命頑張っても、はい、はい、言うて、まだ笑ってへんから氷舐めとけ言うて、氷とか渡されたりすんねん。氷舐めとけで、ね、氷渡されて氷舐めるって。いや、そうやで。だから、氷、いや、それ、氷渡されて、氷舐めてるだけじゃ、それはもらわれへんやん。もらえへん。一生懸命してなあかんねん、それな。でも、それはもう喋るしかないっすね。そう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 、そうなんよ。東京と大阪違うから、その大阪で俺はちょっとな、鍛えられたかな。うん、そう、何飲め、そうそう、何飲めるんと思ってるんみたいな、マジで言われんねん。そう、東京でそれやったら無言でお酒ついてたよ、ホストさん。いやでもね、そうなんやって、大阪と東京の多分違いやと思うわ。今はそうか分からへんけど、俺ら始めた時8年、9年ぐらい前かな、は、なんか大阪でそうやって言ったらマジでそうやって言われてたし、なんか先輩とかも、マジでそんなノリやった。あ、みんなっすか。お前、悪化してへんのにもらえるなんて思ってんなよ、みたいな。いや、マジか、みたいになって。いやけど、でも、こう、仲良くしてもらったら、はい、もうほんまになんか、えっつって、何酒持ってけへんねんって逆にキレられるっていう。あ、逆に怒られる。そう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 。結局ね、そう、忍大阪行こう、とりあえずな。大阪行ってみたいですね。氷はいくらってタダだよ、バカ。氷お金取るって、もうなかなかないですよ。
そうなんやって。ホスト大変です。お酒一杯もらうためにそんなに大変な思いするの。そうですよ。でもお酒一杯もらうのって言ってもな、大阪も東京も多分そんなに値段は変わんないと思う。タックスがちょっと違うぐらいで、一杯だいたい1000円からは多分するから、やっぱでも1000円の飲み物をもらおうと思ったらな、やっぱそれなりの、やっぱこう、提供する方は絶対いるよ。やっぱ1000円もう払ってくれてるんだよ。そうだよ。だから俺な、お酒って体痛めるやんか。痛める。だからこう、痛めるけど楽しいもんやんか。でもこう、体痛めながらこう飲むからさ、やっぱこう、多少こう、頑張ってますみたいなアピールもできるかなって思うけど、君コーラとか飲むやんか。マジでコーラとか飲むやつとか、マジイライラしてたもんな。なんか、俺らもなんか、いや、おった、確かにおったし、外の人、そう、未成年の人もおったし、未成年の人でコーラ飲んでます、みたいな。で、未成年がしょうがないからあげるわ、みたいなくだりやって。でも毎日俺らベロベロなわけやんか。ヘルプついてとか、もうたらい回しやったから、もう、マジでガバ飲みしてベロベロで、バーって潰れてると横で、未成年の子が、えーいって言って携帯でこう、メールしてんの。マジでイライラしたな。いや、もう、あれっすね、もう、早く、あの時になりたいっすね。一年早く生まれてきたら飲めてたって。そうそうなんやね。いやまあ一年早く生まれてたね。まあそらそうやな。やけどでも確かにこのお酒じゃないものをもらえるっていうのも、まあ年齢が年齢だからすごいやんか。あ、まあ。この年齢が二十歳超えたりとかして、じゃあ例えば何やったっけな。まあ仲良くなったとして。仲良くなったとして。で、ずっとこのソフトドリンクをもらえる人は、俺はすごいなって思う。あ、ずーっともらえる人。そうだってまあ未成年は飲ませられないから一杯飲んでいいよの流れで乾杯はいい普通やんか。だ、はい、けどそうじゃなくて、お酒飲んでんのにソフトドリンク飲む、それでもあなたに飲んでほしいって言わせるんだったらすごいと思う。あー、まあそういう、うん、言ってもらえるホストには、まあ、なりたいっすよね。あー、いやでも君はあれやで、ほんまに酒飲めや。あ、酒飲みます。でも酒の遊びで高橋一発芸ってお前やめなさいよお前。エア鼻フックしてねえわ。はい、忍は酒飲まないと、そうやな、酒飲まないとな、ちょっと喋れないからな。酒飲まんと喋れなくなる。でもあれやん、お酒は飲めない年だから飲めないけど、お酒はよく飲めるの。質問おかしいなこれな。いやもう二十歳になって目の前にお酒あったらもうお酒飲んでるっす。お酒しか多分飲まないと思う。そう、俺、うんうん、あ、そうね。自分が苦労したからってそれを強要するのは二流やで。ごめんなさい。うるせえよ。まあでも確かにそうやな。うんうん。うん、俺らみたいなやつ、あれやな。何やったっけ。時代がな、また違うからな。やっぱ、うん、うん、ってもう違うって言いますもんね、みんな。うん、違う、全然違うやっぱ。外にテンション上げれる方がすごい。ああ、まあ確かにな。でも酒、飲んでテンション上がるとか、俺あんま分からへんタイプやねんか。分かる、まあ、いつもテンション高いんで、なんかいつもテンション高いの。そう、なんかしのぶのテンション高いやつ、マジでちょっとあんまりよく分からへんわ。あ、俺っすか。うん、あ、俺テンション高くなったら、ちょっとなんか、ちょっと迷子になっちゃうんで。うん、俺テンション高くなったら、ちょっと迷子になっちゃう。なんかさ、君さ、たまにさ、携帯持ってさ、ニヤニヤしてる時あるよね。あー、あるっす、あるっす。なんなんあれ。あれっすか、うん、あれアニメ見てます。気持ち悪いよ。ニヤニヤはするな、ニヤニヤはな。そうそうそう。ちょっと呼んでるな、みんなな。小生は、小生な、来よう、呼ぼう、な。忍は酒飲んでないからテンション上がらないよね。いや、酒飲んでても関係ないな。いや、多分俺、普通にまあ、やっぱ、営業始まったら、やっぱテンション、あげないといけないじゃないですか。お客さん来てくれてるわけだし。だから多分、営業終わりとかの方が逆にテンション多分低いと思う。あ、そうなんや。リゼロってアニメ？あー、アニメっす。あ、そうなんや。見た？あ、見ました、見ました。おもろい。めっちゃおもろいです。今一番一押しは？ゼロから始まる1回戦。リゼロじゃないんかい。あ、それがリゼロなんですか。たかし一発芸どうしたこらって言ってるやつ、ほんまにちょっとしつこいな。たかし、お酒飲んだらどうだろう。いや、もうこのまんまあんま変わらへんけどな。ちょっと脱ぐぐらいかな。脱ぐぐらい、うん、ちょっと脱いじゃうね。もう脱ぎたがり、うん、裸になっちゃう。でもお酒飲むと体熱くなりますもんね。いや、熱くなっちゃうよね。熱くなっちゃうんじゃないよ。ちょっと下世話な心が騒ぐんだよ。うん。
忍ぶたかしに手こみしていきなりやで、バレないようにいきなりやでって、もう、あの、まあ、ダメダメダメ、いや、コメント見えてるからな。もうコメント見えてるよ、これ。本当に楽しいと思えるホストに会ったことないわ。ああ、そうなんや。それはちょっとあれやな。かわいそうやな。多分あれなんかね。でもなんかホストに楽しいと思える、本当にホストに、本当に楽しいホストに会えるって、やっぱでもこれ相性もあると思うよね、多分。相性でかいっすよね。やっぱこの、例えばかっこいいとかもそうやし、こう、楽しいとか、おもろいとかも、なんかやっぱその、人それぞれやっぱちゃうからな。だからやっぱいっぱい初回行こう。ねえ、ということで、今日も初回3組までタダなんで。お待ちしております。はい、ぜひお願いします。そうそう、多分相性がすべて、そうだね。だから相性が合う人と多分会ったことないんやろな。だから久しぶり、誰だろうな。久しぶりです。初回行こう、ぜひぜひ。テンション空回りで色営業。ちょっとどういうこと？テンション空回りで色営業。なんか、あんのかな？誰かな？初回行きたいな。ぜひぜひ来てください。ぜひ来てください。なんかね、この初回3組たらね、まあまあ、毎週毎週多分、よく来てくれるんやけど。はい。この放送を見て。放送を見てくれて、で、だいたいこう、小生とか。あ、小生。あとまあ、流星とか。まあ、あと俺とか、こう、呼ばれたりするんやけど、僕は初回には一切つかないので、そこだけね、絶対、あれしてください。あ、忍ぶは初回つく？あ、自分は、つくと思うっす。あ、そう。つきます。いいやん。じゃつくと思う。あ、つかへんかもしれんの。あ、じゃあ、なんでつきます、つきます。そう。もうぜひつかしてもらうっす。いや、でもあれや、忍ぶが初回さ、ついたらさ、どんなこと喋ろん。俺が初回ついたら。アピールしとこう、アピール。まあ、まあ、基本的なんですけど、まあ、何が好きか、とか、はいはいはい、まあ、話して、まあ、共通点があったら、もう、そこをバーって攻める感じで。ちょっと待ってガチやん。ガチっす。ガチっす。ガチで答えていってるな。初回行っても楽しくなくて、結果、レッドアイ。ちょっと待って。レッドアイめっちゃ好きやん、君。おー、嬉しいっすね。嬉しい、嬉しい。初回はね、つかないですけどね。まあ、呼んでくれたら一瞬ぐらいは行こうかな。はい、ということで、遠すぎて行けん、どこなんやろ、チケット送りましょうか、うそやけど。多分飛行機乗ってからしか行けないんじゃないですかね。ああ、そうなんかな。はい、ということで、じゃあ、男性の入店も OK、全然 OK です。うちは、男性、女性、もう誰でも関係ありません。ぜひぜひ。誰でも OK です。はい、OK です。はい、ということで、じゃあそろそろ一旦ね、フィリピンまでのチケットお願いします。東京済みですけど、やがましいわ。はい、ということで、じゃあそれでは、一旦 CM の方どうぞ！どうぞ！はい、ということで、CM 開けました。はい、豚のモノマネしてっても、今してるよ！はい、笑ったな、お前。はい、ということで、じゃあ、それではね、大阪から見てるよ、はい。ありがとうございます。高島翔生もすごい人になったな。あ、嬉しいな。大阪から知ってくれてんのかな。大阪の俺ら知ってくれてるって、まあまあやで。はい、ということで、じゃあ、それでは、もう一人ゲスト呼びましょう。この方です、どうぞ！どうぞ！はい。どうもー、はーい、はい、なんか今日初めての人もおるからね、ちょっとでしたよ。大阪が生んだ、小生です。なんで例え思いつかへんかった。いや、ほんまやな、大阪が生んだの小生ね。はい。はい、どうも。いや、小生ってサッカーずっと出てたわ。だからもう、死んだ言うて。ありがとうございます。よっしゃ。大阪から知ってくれてる人も見てる。そうそう、見てくれてるみたい。誰やろ、名前
知りたいな。うん、あだ名ぐらい言ってくれたらな、うんうんうん、むしろうちの店おいでよ、サービスするよ。どこだよ。サービス内容にもよるよね。サービス内容よるってな、ちょっとあれやな。だいたいゲストってめっちゃイケメン来るはずなのにおかしいなって。ああ、はい、もうイケメン枠やんな。もういじってな。いじり方分かってんな。ほんまや。はい、ということで、じゃあ、小生も来たということで、早速ですが、大人気のあのコーナー行きましょう。行きましょう。はい。物乞いのコーナー、今週も届きました。ちょっとね、読もうかな。うん。東京都新宿、住所書いてあるナイトチューブ、レッドアイ、テルナマ様。あー、俺や。はい、どうぞ。なんか、なんと、かの有名な黒猫ヤマトさんから。おう、いや、ちゃうわ。あれ、今日、さえ渡ってるんちゃう、まさか。黒猫ヤマトからの黒猫じゃないの、はいはい、いや、ちゃう。あ、じゃないや。全然ちゃう。大体の人、じゃあ、黒猫ヤマトか、アマゾンか、郵便局から届くで。あ、ちゃんと無事届いてまーす。はーい。あ、黒髪の方がいい。夏限定なんで、ちょっと待って。夏限定なんや。うんうん。あの、ちょっとね、中二病が出て。あ、夏休み金髪にするタイプね。うん、あの、30を手前に中二病が出ました。もうちょっとやばいな、はい、腕上げたねってきてるよ。これ髪、うん、髪入ってんの？ちょっと待って、あの、ただ一個だけ情報だけ言っていい？うん、冷蔵ではないね。ほんまやな。腐ってるやろ、絶対。よっしゃ。開きましたか？ごめんなさい、ちょっと時間してまでね、ああちょっとあの頑丈すぎるな、放送が、うん、こっちじゃない？あ、ごめんなさい、開けてくれ。あ、お前喋っといて。オッケーオッケー。頭だいぶやべえじゃん。あ、ハンコちゃん、いらっしゃい、ゆっくりしててください。うん、頭だいぶやべえじゃん、どういうこと？テルナマ、はよ、カニ連れてけ。約束した。じらすな、いや、じらすな、ほんまやな。よっしゃ。うん、開きましたか？オッケー。はい、ありがとうございます。手こずったけど。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。はい。せーの。じゃじゃん。何ですか？お、何ですかこれ。高橋社長へもありますよ。あ、マジ？お、ありがとうございます。あ、ショッツさんいますか？ショッツさんへのプレゼントもあります。お、ショッツさん出ますか？よかったら。チラッと。チラッとだけ。ショッツさん。チラッとだけ。はい、ショッツさん、はい、ラテルナマさん、なんでこの番組に。ほら、じゃあまず、あの、まあ、みんな知ってると思うんですけど、あの、うん、ナイトチューブスタッフのショッツさんです。あの、ね、はい、汚いヒゲ野郎です。いえ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 。なんか、誕生日プレゼント。あ、ちょっとじゃあ、誰の誕生日だったんですか？開けちゃっていいですか？あ、開けちゃってください。番組は支えてるんですかね、僕。いや、もう、あの、ただ本当にショッツさんにその支えてるかどうかの話だけ言いたいんですけど、はい、あの、僕ら何ヶ月に1回ぐらいしかショッツさんいてくれる時ないんで。そうですね。いや、ほんまでも最近ちょっとあの、目標結構いる。あ、でもじゃあいいタイミングでプレゼントも届いてよかった。ただちょっと、何これ。何ですか、何ですか、何ですか、それ。何ですか、これ。まずコーンキャラメルと。あ、はい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 。僕、なんか全然美味しそうじゃないな。気持ち悪。マリモ、マリモ羊羹。え、ショッツさんはマリモ羊羹のイメージなんや。どういうことだ。え、これはどうしたらいい。いや、そう、これも食べやと。ねえ、なんか、ねえ、あの、じゃあ1個食べて帰っていいですか。そうしましょう。せっかくなんで、じゃあ、北海道って書いてますよね。北海道の、北海道土産、北海道の。これでもせっかくなんで、ちょっと皆さんで。あ、いや、いいですか。これなんか、え、なんかすごいっすよ。どこで。うわ、なんか気持ち悪い。うわ、絶対体が悪いんですよ。これ一個も食い切られへんわ、こんな。これどうやって食うの。どうやって。これ、あれ、あれじゃん、あの、なんでしたっけ、こんなアイスありませんでした。あった、あった、あった。ね、と一緒じゃん、こう、プチンってやるんじゃないですか。なんか怖い、やばい。あ、すごいすごいすごい。え、はい、最悪。早っ。はい、最悪。これ、もうそのまま。はい、そうなんですよ。なんかブリンってなるから、やってみ。うん、うまいっすか。うまい。あー、うまいんや。意外とうまい。あの、普通の羊羹ですね。
へー、ありがとうございます。はい、いや、ありがとうございます。ちょっとあれですか、はい、甘いもんは好きなんですか。いや、俺大好きです。あー、よかったです。じゃあこれで嫌いやったらね。ありがとうございます。いや、わかる。これからもこれすごいですね。絶対よ。なんでこれ。よろしくお願いします。ありがとうございます。ヒゲでした。はい、ちょっとセクシーした。え、ありがとうございます。ティッシュじゃない、ティッシュ。はい、ということで、ちょっと誰も喋らなくなるから。いや、美味しいね、これね。これ美味しいっすね。あ、すいません。ありがとうございます。いや、ちょっとさ、もうね、誕生日プレゼントありがとうございます。はい、ということで、続きましていきますか。なんか、ビール食べたかったわ。俺もや。続きまして、僕、来ました。あ、次、てるなまさんでいきますか。ま、順番、あ、僕からいきますか。いきましょうか。じゃあ、次、てる、とりあえず次、てるなまさんで。はい。ちょっと待ってね。メッセージあります。はい、何ですか。てるなまさん、はいはい、今回はいいカニを選んできました。あとやっぱり裸がいいのと茶髪似合わないところとこ似合わないのとこのふりかけで美味しくご飯たくさん食べてね。チョロコ、チョロコちゃんからです。チョロコちゃんから今回はいいカニを選んでいただいた。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。前回カニ送ってくれた子なのかな、チョロコちゃんは。え、ちょっと待って、カニパンのチョロコちゃん。可能性は大やな。カニ送ります言うて、前にカニパン送ってきやがったやつ。ふざけてんな。多分そいつかな。あれ、何ですか、何ですか。中身は、じゃじゃん、北海道ポテトキャラメル。絶対美味しい。絶対美味しない。あ、さっきのショッツさんが北海道のコーンキャラメル、コーンキャラメル北海道行ってきたんかな。と、あともう一個何ですか。ポテトキャラメルと、なんかカニふりかけ。おー、いいよ。おいい、ガチやん。ガチのカニふりかけ。あ、じゃあ、え、ほんまにありがとう、うんうん、ねえ、ちょっと白米、白米白米ないやろ、間に合えへん。死んでいきますか。え、あ、持ってきてんの。いや、持ってきてない、持ってきてないけど、言おうか、誰かにな、言いましょう。じゃあ後で白米、白米を持ってきましょう。用意してね、じゃああれしましょう。いや、いいやん、カニふりかけ。じゃあ一回その白米届く前に、うんうん、キャラメルだけ、そうしよう、いただこうか。うん、あ、たかし次入ろうって。あ、行きましょう。はい、じゃあ僕、たかし社長、今回はチョロギはお休みです。やっぱチョロコやな。うん、チョロギをいつも送ってくれる子なんかな。ありがとうございます。あ、え、じゃじゃん、北海道ビールキャラメル。全然うまそうじゃない。ビールキャラメル。そう、もう一回あります、もう一回あります。じゃじゃん、北海道ジンギスカンキャラメル。あー、美味しそう。あー、これね、くそまずそうだね。いや、でもやっぱりこう、うん、酒好きの社長なんで、うんうん、ビール行こうか。あの、ジンギスカン食った後にビールを。最悪だね、それ。あ、みんなでやろうか、それな。俺もうちょっと。なんで？これから営業あるから。ジンギスカン好きやん、でも。ジンギスカン食べた後にキュッとビールのキャラメルをいったらいいと思う。ジンギスカン好きやろ。俺こっち、俺ポテト行くわ。いや、なんで？じゃあお前ジンギスカン行け。彼、ちょっとまだ、あれ。俺まだ、ビール。どういう、どういうことだよ。未成年やからビール飲まれへんから。なあなあ、翔星、一緒に埼玉飲み行こうやって来てんで。埼玉、あ、飲み、埼玉、誰？君は誰や。別にいいけど、飲みに行って。まず、あ、じゃあ、翔星、ポテト食ってよ。うん。俺ちょっとね、さっきね、親知らずので歯医者行ったばっかだからね。うん。ちょっと大変なんやけどね、今。食べようか。食べよう。さあ、これ、ポテトキャラメル。キャラメル、ちょっとうまそうっすよね。なあ、お前はじゃあポテトキャラメル食うたら、ご飯チンしてもらって。いただきます。いただきます。いや、ないでしょ。あっ、あっ、いけるわ。あっ、うん、いける。うんうん、あ、うまいっす。なあ、ね、ね、それ何。あのね、ポテトキャラメル。あ、はい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 。なんていうの、ポテトのスープみたいな感じ。ああ、え、あれ、なんだか、じゃがいものポタージュみたいな。うん、あ、じゃがいものポタージュみたいな。ええー、ちょっと甘い版やから。美味しいやん。あ、全然美味しい味。ええー、じゃあちょっと
ポテトの味する、すごいする。ジンギスカン。ジンギスカン行って、ビールも、ゆっと。ジンギスカンじゃあ、いただきます。ジン、ジン、ジンギスカン。そっか知らない。え、マジで言っていい、うん、ありえないぐらいくせえんだけど。今ビール、ビール。まあ、オッケーオッケー。だけど、ジンギスカンの匂いするわ。あの、ラム？そうそう、ジンギスカンの肉食べ終わった後に、ああぬるーいアイスクリーム食べてる感じ。あー、その、わかる？キャラメル感が、キャラメルの。うん。で、ビール今、今、うん、今。うん。で、出したから。なんで？ジンギスカンチャプチャプ食いながらビールキュッていくやん、普段。うん、行かない行かない行かない。飲み切ってから行こう、俺。あ、今行こう、今行こう。絶対今行った方がいい。いただきます。やっぱジンギスカン行ったらビール頼むからな。ん？ほら、合うんじゃない？ちょっと待って。え、これやばい、マジで。うわ、やばい！何がやばい？味！うわ！これな、へんばりすぎやって。これほんまにやばい！いや、これビールの、飲むやん、うん、ジョッキで飲んで、うん、もうビアガーデン想像してみんなで、あビアガーデン想像して、めっちゃうまそうやん、あめっちゃうまそうやろ、ビール飲むやんか、でもまあビアガーデンって雰囲気があれやろ、うん、いいだけやんか、で飲んで、こう最後1センチぐらいを残したまま、ちょっとウトウトしちゃうね、うん、で1時間後に起きてそのビール舐めた感じ、わあ、いやマジでまずい、いらない、マジでまずい。ビールってもう最初の一発一口とかが一番、うん、うまいっすよね。うまいからな、うん。うん。そうやって。あの、ほんとにね、あの、全然美味しくないっす。じゃあ、うん。米は大きな、車かな？あ、米来る、米来ます。じゃあ米じゃあ来るまでだね。うん。じゃあ買いましょう。これね、ちょっとマジでちょっと食べてほしい。いやいやいや。じゃあほんとにお願い。俺ポテト美味しいのに。ちょっと食べてこれ。ポテト美味しかったね。これマジでこのビールね、ほんとにね、あの、ありがとうございます。チョロコちゃん。こう罰ゲーム用でね、あの、お店で用意しておきます。ジンギスカン食べてって来てる。どれどれ？ビールの方がおすすめなの。ビールの、ビールの方が、ま、くそまじ。じゃあちょっと未成年やけど、お前ビール飲ましたるわ、今日。ああ、いいやいや。今日ですか？うん、今日だけな。めっちゃ嬉しいわ。マジで、えずくだよ、これ。あ、わかるっす、これ。あー。そうやろ？ほらほら。うっ、あー、そうやろ？ほら、言ったやん。苦っ！いや、言ったやん。これ、クソまずいんやって。苦い！はははは。いや、これ、クソまずいんやってって、せっかくもらって言うのもないやけど、クソまずいわ、これ。俺、一瞬さ、なんかメロンみたいな風味したんやけど、気のせいやろ。気のせい。くせ！いや、てか、マジだろ、これ。やろ？ほら。てか、苦っ！やばいんやって。あ、違う、なんかそのこれビールの臭さも入ってるな。これきますね。そうだよ。ビールの臭さもあるけど、苦いわ。じゃあマジでまずくない？あ、まずい。残りビールみたいな。高橋じゃがいも好きやから、ああこれ簡単ちょっと半分、うん、これ普通に美味しいから。あ、やろ。うん、あ、美味しい、うん、これをじゃがいも の, あのポタージュみたいな。あ、めっちゃ美味しいこれ。ポテトは美味しい、うん、これね、ビールキャラメルはね、マジでやばいね。あの、苦いの、やばいっす、うん、なんか、しかもキャラメル感もないよね。なんかなぁ、ない。あと、これなんだ、なんだったらいいんですかね、これ噛んだ瞬間、なんか苦いのが、うん、あー、でも、やっぱビールパウダーが入ってる、ね、入ってる、入ってる。なんだ、ビールパウダー。これは羊入ってんの。あ、落としちゃった、うん、いや、羊入ってへんと思う。臭いだけだと思うよ、それ。臭さ、匂いだけ入ってるわ、多分。高志、じゃがいみたいな顔してるよな。うん、ふざけてんな。おばあちゃん、ジュースとお菓子買ってもらった。何の話してんねん。じゃがいもじゃなくて、じゃがいみたいな。じゃがい、じゃがい、じゃがい。多分間違えたな。はい。ということで、あれ、ありがとう。ありがとうございました。今週もプレゼント。はい、あります。あ、あ、それ温めた？あります。あ、プレゼントじゃん、はい。いいタイミングで、なんとご飯が届いたということで。いや、まさか、カニをね、うん、送ってきてくれるとは。
やっぱり定番の砂糖のご飯が届いたね。そうです、砂糖のご飯。ちょっと待ってよ。いい。いやマジで、でも前はガチのカニも届いたし。ほんまやね。うん、ほんまのまあまああれやな。あ、そっかそっか。俺カニ身の、うん、ほぐしたカニ身かなと思ったら、うん、なんない。そんなわけないよね。うん、まあ、ふりかけやね。ほんまのふりかけ。うん、ちょっと待って。ほぐしじゃなかった。ちょっと水入れてね。あ、でもカニエキスは入ってんだよ。じゃあちょっと、うん、ありがとう。うん。食べてみよう。あ、ちょっと待って、これ。あれ？わかる。今、アホの子なんですよ。違う違う違う。ほんまはこっちについてるはずの、ああ、蓋がね。これちょっと、ちょ説明しづらいわ。ちょこっとずつレベルアップ。ありがとう。ついに。いやいや、ていうか一番最初のカニがマックスだからね。まあね。うん、ちょっと熱々のご飯に、熱々のご飯に、うん、カニふりかけ。綺麗な、あ、いい。ピンクしてるわ。いい。ほら。あ、美味しそう美味しそう。これ美味しそうっす。美味しそうやね。うん、あ、ピンクがわからんな。あ、じゃあ、うん、カニをいただきます。イエーイ。カニ今拍手しようとしたやろ。ご飯食べるとき拍手は あ、でもね、カニ身風なものも、あ、ほんまやほんまや、カニカマみたいなやつ入ってるな。カニカマの細い版みたいなの入ってるわ、うん、で、全部は食べへんよ。熱々のご飯にホタテキャラメル。ホタテキャラメル。どうどうん、どうカニ、カニ感感じる？なんかね、うん、ん？すげえ微妙な反応するな。食べてみ、うんうん、あのね、海苔の、うん、味が強め。もうちょっとかけてみる。ああ、そうそうそう。カニが足らんかったんじゃ。カニの味がちょっと、ああ、これちょっと海苔の。海苔の味、海苔、海苔の味が強いっすね。なんだろうね。じゃあ、こう行ってみようか。うん、上の、うん、ふりかけ多めに食ってみたらカニの味するかも。うん、うん、鮭ふりかけやな、これ。じゃあ一回ふりかけだけでちょっと食べてみるわ。鮭のふりかけや、これ昔思い出すな。あの新人ホストの頃に大阪で、給料が本当にね、全くないのにもかかわらずマンションを借りてたんやけど、あの赤字で、その時にね、でもその生活レベルは落としたくないから、あのタクシーが乗ってたよ。あの日々1000円、1日1000円前借りできるから、その1000円の前借りで510円やったっけ、あの大阪のタクシー、もうちょっとしたんじゃないかな、630円。ああ、600何本か、610円か。で、まあ、1日1000円の前借りで、必ず帰りはタクシーに乗るっていう時に、タクシー乗ってるから食べるご飯買うお金がなくなって、ふりかけを買ってふりかけだけ食べてたっていう。あの頃思い出すよ、これは。うん、味付け海苔とかだけ食べるとかね。あったわ、味噌舐めるとかな。うん、いや前やりせえへんかったら、だって金なかったもんね、当時ね。そうやねな、うん、びっくり返っちゃうじゃん。だってタクシー代600円やろ、うん、タバコ400円やろ、うん、飯買われへんやん。いや、タクシーやめろ。どうどう、あ、カニ味する？ちょっとどう、カニ感ある？全然分からへん。なんだよ、俺もちょっと言ってみろ。しのぶな。あ、そのね、ふりかけとしては美味しいの。うん、すごく。うん。ただ、カニは分かんないね。あ、あ、俺、たかし、ジンギスカンと米って言ってくれてるから。ジンギスカンないから。キャラメルだから。スイーツ。俺は説得しよう。いやいや、キャラメル。キャラメルだからな。あ、カニだけチョイスして食べよう。いや、無理やろ。これ、
カニやろ、うん、どうどうどう、なんかね、カニ、いや何食ってるか分からへん、うん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 ほんまにこれカニカマを干してるだけじゃん。うん、多分カニカマを乾燥させて、うんうん、パラパラに刺して入ってるみたいな感じだと思うから。ああ、そうですよ。カニカマや。でも、あ、カニカマ？カニパンよりは、進化したね。進化しましたね。うん、カニに近づいてま。まあでもさ、カニパンよりは進化したのかどうか分からへんで。だってこれオンリーじゃ食べへんやん。ご飯用意するのは食べられへんやろ。いや、まあ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 、カニパンに関してはカニの形をしてただけだから。味の宝石箱ではないな、うん、でも美味しいよ、うんうん、ふりかけとして、うまいよな、美味しい、美味しい、うん、カニかどうかは別として、あはい、ということで全然関係ないけどさ、うん、たかしこのツイッター ID 載してるけど、うん、ツイッターやってんの？やってる、ツイキャスでな、やってたな、あ、そうなの、うん、そう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 、そうです、ぜひツイッター覗いてください。そろそろ、CM 前に入りますが、CM 明け、また、毎週やってる、コメント誰か一人だけ拾って、5分間スペシャルタイム、あ、3分間でしたっけ ?3 分間スペシャルタイムやるので、ぜひ CM 明けコメントください。じゃあ、それでは CM の方どうぞ！どうぞ！来ました、ぜひぜひコメントくださいって言ってからね、ユニン今日パパのチャーハンしか来てへんな、うん、てかあれちょっと言っていい、こんだけふりかけどうのこうの言ってたけど CM 中爆食いしてたやん、まあ、爆の食いしてたやん、なんだかんだ半分ぐらい食うてもうた、あーいいやいいや、はい、ということでじゃあそれではね、今日ね、放送始まってから一発芸一発芸って言ってたんで、一発芸マシーンと呼ばれる、うん、一発ゲーマシンっていうか、うん、アポなしで直接スタジオに飯誘いに来るっておもろいな。はい、ということです。この方です。どうぞ。どうぞ。いや、飯行こうよ。飯行こうよ。飯。君暇なん？暇じゃないよ。超忙しいよ。忙しいよ。はい、ということで自己紹介してください。レンです。クラブはハイクションで埼玉のレンです。うん、あ、なんかそこは真面目な。うん、なんか、CM 中に、CM 中になんか別室に物陰見えるなと思って、パッと見たらレン君で、うん、おいでよこっちって言ったら、ご飯行こうよ。違う。ご飯行こうと思って、昨日の夜から電話してて、すれ違いで。ああ、そうやったよ、うん。パイナップルの差し入れ、うん、これ。ちょっと持ってみて。ちょっと生還体。ギャグ出てるよ、ギャグ出てるよ、はい、ということでじゃあそれではね、レン君も加わったということで、じゃあ今から、1分間の間にコメントください。そのコメントをしてくれた、方、を一人拾って、会話していきたいと思います。じゃあ今から用意スタート。レン君が気になったコメントの人にしようかな。う、誰か一人だけ拾って、うん、あ、今日3分出ます。まずレンさんのハートでしょ。愛してる、3分のタイマー出せますから、なんか、うん、埼玉一緒に飲みに行こうよみたいな、あ、俺だからアフェクションだから、なんか俺それ聞いてたから、なんかすごい俺を見てなんか専念してくれてんだなとさ、勝手に。どういうこと？どういうこと？なんか俺がほらそこ通って、うん、見えて
埼玉行こうよみたいな話をしてくれてるっていうもんだと思ってた、うん、埼玉の話なんてしてないよ、うん、しよいやし、もしやし、やし、あの、レン君来てたこと、もう正直知らんかった、うん、今気づいたもん痩せた痩せためっちゃ、もう300g 買ったよ、こねえ、それ痩せたよ、300g ぐらい横ね、横買ったよ、それは何、誰意識してんの、パイナップルジードラゴンやんな。はい、ということで。はい、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 はい。はい、コメントくれましたか、誰にしようかな。どのコメントが気になりますか、コメント気になる人拾って。レン君痩せたでしょ。あ、じゃあ、レン君痩せたって言ってるこの方、今日はじゃあ3分間ですか。出ますかタイマー。あ、インスタ届きました、新しいやつ。はい、ということで、どうぞ。はい、今からスタートします。レン君痩せたってコメントくれた子、ぜひぜひコメントください。あ、その人以外のコメントは拾わないっていう。あの3分間ね。だからその人がコメント。無視ってことじゃ誰が何言ってる。そうそうそう。その後のコメント拾う。レン君痩せたってやつ。P、QI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 、の人。これレン君が選んだからね。これレン君さ、選んだ子がもう全くコメントせんかった。レン君罰ゲームね。白。罰ゲームね。何しよっかな。で、レン君の罰ゲーム決めようよ。834番の人ね。ああ、そうそうそう。そしたら絶対あれじゃん。何 ?828 まで拾う。もうでも変わってるやん。痩せたゆったん、ハンコやで。あ、ハンコちゃん。ハンコ、ハンコちゃん。あ、いいや。ハンコちゃんって、なんか知ってるな。そうそうそう。毎週見てくれてんねん。ああ、ハンコちゃん。毎週見てくれてるし、あの、なんや言うたらね、あの、電話とかまでしてくれる子やね。あ、そうなんや、ダチじゃん、なになんで、ダチじゃん、ダチだよ、マブダチじゃん、当たり前やん、コメントした、あ、この間の俺の、ああ子も見てくれてんのかな、あ、そうかも、名前出していいって言ってたから、名前出したら、エリカちゃん、うん、エリカちゃん、どこやったっけ、関西やったね、兵庫県、兵庫県か、兵庫県のエリカ、見てくれてますか、チャリスナイルじゃん、そうなんですよ、なんかね固定でね、うん、やってくれててね、あのハンコちゃん今日はハンコちゃんのコメントが一切伸びひんけど、そうやで、ハンコちゃん、あー来た来た、毎週見てます、どうやって、ハンコちゃんコメントありがとう、ハンコちゃん、そうそうそう、頑張って痩せる、ハンコちゃん痩せる、俺でも実際痩せたの、うんうん、全然太った、太ったの、太った、昨日からね走ってる、何キロ太ったの、4キロ、4キロ太った、4キロ太った、4キロってもうまあまあやな、4キロってもうだいぶやで、ちょっとさ、じゃあ忍ぶたちをフォローして、ここがここ攻めるの、忍ぶフォローして、なんで太ったん、え、多分ストレスだよ、ストレス、ちょっとそういうの、うちそういうやる、毎週見てるよ、てかさ、このコメントとかさ、あのメールとかにさハート入れてくる系女子ってさ勘違いしてへん、自分のこと好き、勘違いじゃない、勘違いじゃない、好きやろ、いやいや好きなん、マジかよ、まあまあ、ハンコ、ハンコ好きなんか、ハンコ誰推しなんやんな、あ、ほんまやな、ハンコちゃんは誰推しなん、そうそう、大体ね、この番組のリスナーね、あ、たかしさんって来てて、あの、実は小生のファンでしたってやつ多いから、ファン系多いよね、あ、パイナップル推しの人と、あ、小生も来たね、あ、そうやね、誰パイナップル、前回はでも忍を出してくれっていう人が出てきたからね、そう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 なんよ、てかあと残り30秒しかないからね、ハンコちゃん、ハンコちゃんぜひコメントちょうだいね、ハンコちゃん忙しいのかな、ハンコちゃんね、あれなんやって、なんかの片手間で見てんちゃう、そうそう、ハンコちゃん料理しながらとかで見てるからね、ハンコちゃんってなんでハンコっていうの、あのたかしハンって呼ぶから、で最初なんかそう、なんとかハンみたいなって言ってくれて、たかしハン、いや、よかった、嬉しい、たかしハン推しの子を選んでしまったな、あ、ほんまや、なんか嬉しいわ、たかしハン推し、あ、なんかちょっとたかしハン推しずるいな、なんでいいよ、レンレンどんまい、レンレンっていうぐらいこう慣れ親しい呼び方で呼ばれてるぐらい仲いい子おるんじゃ、ほんまや、はい、終了、はい、ハンコ終了、ハンコちゃん終わりです、はい、ということでじゃあ行きましょうか、拾っていきますか、漢方薬ダイエットは効くよって来てんだよ、漢方薬効く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 、やってんの、聞いてへんよ、いや一回もやってもらった、え、ちょっと待って、マジで言っていい、ダイエットの話成功してるっていうの俺とレン君は言ったらダメだから、ね、いやいやいや成功してねえか、漢方薬いいよね、ちなみに過去にあの何ダイエットを試した見たことあるの、絶食、絶食ダイエットってそれで、まあまあいいや、絶食、フォースコリーやった、やったやった、フォースコリーとあのほら水分やるやつなんだっけ、水分減らすやつ、知らん、サプリメントです、フォースコリーとメリロート、メリロート、サプリ系、サプリ系、漢方もやったけど漢方高いんだよ、あ、そうなんだ、なんかお茶みたいなやつ、
あとごぼう、ごぼう茶、ごぼう茶。漢方系はでも確かに高いな。うん、高い。痩せんの。いや、分からへんけど、でも高い。何でも漢方って。あ、サノラ、サノ、うん、サノレックスだっけ、錠剤のやつだよね。あの、中の油を全部取るやつ。全部拾えるやん。俺ダイエット系の話。すごいよ。え、ってか、なんかさ、うん、え、そんないっぱい試してんの、なんそんな太ってるの、うん、なんでそうするの。え、これパイレックスはパイレックス知らない。いや、下ネタ下ネタやな、俺。拾ってもうた、普通に。漢方で1ヶ月ご飯食べれなくなりました。でもやつれるやろ、でもそっち系は。あ、そうなんや、うん、漢方ってマジでご飯食欲なくなるってこと。いや、なんかいろんなやつあるんや、こう脂肪燃焼もあれば新陳代謝とかもいろいろあるんじゃないの。たかし、なんでダイエット失敗したんて。ご飯食べてるから。飯食って、うん、ダイエットしてないから。失敗も成功もしてない。私も1ヶ月パオナップルしようかな。下ネタ、パオナップル、下ネタっすか。いや、俺このクリ、まあ、どことかじゃないけど、その、某クリニックで脂肪吸引した知り合いがおんねんけど、うん、あれ何グラムとかしか取られへんらしいね。あ、そうなの。何グラムしか取られへんくて、1キロとかも取られへんらしくて、はい、何グラムかだけで60万かかったらしくて。え、何百グラム。いや、確かそんなやったと思う。何百グラムとかで、60万で、だからもう60万ドブに捨てたようなもんやるとだな、全く変わらへんかったって脂肪吸引は。そうなんや、うん、脂肪吸引なんかあるやな。え、ハンコ今日誕生日や。お前おめでとうやんけ。インスタしてるじゃん、インスタ。ほら指名たかしから小生に変えようか思うわ。ぜひそうして、そうしてよ。今日ハンコ誕生日なんや、なんや言うてくれたらあれやな。ハンコ、ちょっとなんか送ろうか。送ったりだよ。うん。何送りましょう。たかしに LINE で送り先送ってくれたら。うん、うん。じゃあ、今出てるメンバーから、誕生日プレゼント一つずつ、プレゼントいいですか。あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい。はい、じゃあ、全員から、ハンコちゃんへ送らせてもらいます。じゃあ、何送るかもう発表して。あ、いいよいいよ。何、何しようか。予告系だ。僕は、じゃあ、この、ポテトキャラメルを。あげんなや。もらったもんあげんなや。ポテトキャラメルプレゼント。いや、あげんなって。あげんな、あげんな。あげんな、しのぶは？俺は、ちょっと、考えといてもいいかな。そうやな。うん、考えとこう。うん。何しよう。レン君は？梅干し。まあまあ、なんか、うん、前ね、梅干し高橋に先週届いたやつ。めちゃめちゃいい梅干し届いたよ。マジで、一個ずつパックになってるやつ、うん、持ってきてくれた。高いよ、あれ。あれ高いな。一番高い梅干しあげたって。一番高い梅干しあげる。うん、あ、それあげてよ。ちょ、関係ないけど、明日おかん退院するゴールって。ちょっと待って。おめでとう。梅干しいるか、梅干しいるか。うん。で、高橋は。俺、何あげる。高橋欲しいやからな。あ、ほんまやな。じゃあ。あれしよう。新幹線のチケット送ろうかな。新幹線のチケット。ハンコはどこの子なん。ハンコちゃんはね、どこやったかな。前なんか聞いたな。ちょっと遠かったと思う。でもハンコちゃんね、あの、旦那さんも見てるから、あの、旦那さんの分じゃないチケットだけ送ろうかな。旦那さんも見てる。旦那さんも見てくれてる。両方。ああ、そうなんだ。家族で見てくれてるんだよ、これ。なあ。ちょっとハンコちゃんマジでなんか考えて送るね。ぜひぜひ。え、いいのって来てんで。はい、はい、ということで、ぜひぜひ、あの、誕生日の子また言ってくれたらね。誕生日じゃないやつが便乗しすぎや。うん、絶対あげないよ。イベリコな。イベリコ出てきてるよ。地元の名物ね。何しよう。あ、広島や。そうそう、言ってたね。広島におるんやな。あ、ちょっと。地元の名物、愛知県の名物何送ろうかな。俺じゃあ、たこ焼きやな。ああ、腐るな。あ、あれか、タコマサさんのたこ焼きがあるから。あれちょっと今 CM 寄せてたやろ。あ、じゃあ地元の名産あげようか。じゃあタコマサの奄美は、奄美は何がありますか。なんだっけ、しょっつるみたいなやつだよ。奄美はドラゴンフルーツとかじゃないの。いや、ドラゴンフルーツとかはもうあるんですけど、多分あのケイハンってやつですかね。なんだっけ、パックの鳥の飯。そうそうそう。あー、へー、あー、そうなんや。とかが、まあ結構、あ、関西出身の広島在住やから懐かしいんちゃう、たこまさんのたこ焼き。あ、マジで、うん、たこまさの、あ、大阪出るとき連れてってんのたこまさですよ。ほな、じゃああれしよう。え、れんくん、埼玉の何もない、何もない、草加せんべいぐらい。じゃあ草加せんべい。草加せんべい、草加せんべい。草加せんべいか、俺何しようかな。ウイロ、ウイロ、ちょっとあれだな。手羽先。あ、手羽先か、手羽先送ろう、じゃあね。送れんの、手羽先。
送れる送る、あのなんかパックになってるやつあんねん。そう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 、だからぜひ送ります。あのぜひあの住所を送ってくれたら送るんで。俺はね551の豚まんが本当は好きなんだけどね。あー美味しいね。商品が2日しか持たへんからね。あれあれなあ、東京とか売ってないんかな。売ってないよね。売らないから。ミンミンの餃子はね、あの張り切って買ってきとったんやけど、伊勢丹に売ってるよって言われたからいいからもらってくれる。あるよね。レング普通に食べてるけど美味しい。それ高橋にさ口移しやってるのにさ、うん、無視するから、うん、あちゃんレンで何の顔とか言われちゃったの、うん、ちゃんとちゃんと無視する。このキャラメルじゃなくても口移しは断るよね。だってそこはね一人から二人に増えて俺いじめられてるんだったから。え、だってさ、だって豚から豚に口移しやろ。トントン、やばい、トントン。おお、はい、もうでもそろそろ一発ギャグ、あいい、いいですか。いい、やっぱやるの。はい、うん、お願いします。あ、551送ろうかって来てるね。送ってよ。え、でも賞味期限まんまやろ。使え。待って、キャラメルが歯にちょっとくっついてる。ちょっとあの、このままだけちょっとあれやな。もったいねえよ。タイミングだけ言うてよ、ほんま。あれやで、今放送事故やからな。あの、今の分数の分の金もらうで、ほんまな。8万、8万。金かけできるならな。こっそりもがしょうがないな。いける、いける、レンゴ。いける、いける、いける。それでは、レンゴの一発ギャグまで。はい、3322111。うぅ、クリーミー。これ、もう事故？俺のさ、うん、こと滑らすんだけやめてもらって。これが巻き込み事故。たかしくせーよー。あーごめん、ちょっと説明して何があった。あの、たかしが、へーこいったみたいな。たかしのお尻の付近でレン君がこう、手で、手プーって鳴らして、たかしのへーがクリーミーだっていうのをレン君が説明。ギャグの説明をされて恥ずかしいやつ、深夜番組で若手がやられるやつでしょ。うん。でも、画面越しでも臭かったって、たかし。うるせえよ。午後一冷凍のやつあるらしいね。え、CM2 回やった？はい。やりました。はい、ということで、もうそれで1分前ということで、じゃあイベントの方告知させていただきます。今週、10日、お客様感謝デー、そして20日もお客様感謝デーとなっております。1時間1万円飲み放題、やっておりますので、ぜひぜひご来店お願いします。そして、今月11日、ハクくん、クルハくん、そしてゆずくんの合同バースイベントやります。そして15日、お月見イベント日本酒100本飲むまで帰れません。本当に帰れません。もうぜひ協力してください。日本酒100本飲むまで帰れませんなんてもう無理や。いやもう行くよ、行くよ。はい、ということで、18日レタイフェスとなっております。皆さんぜひぜひご来店よろしくお願いいたします。じゃあそれでは最後レン君のギャグで今日は締めたいと思います。どうぞ。ウルトラマンよりキングジョー、来週もまた見てね。ありがとう。やっぱり8万やね。銀次見てるかな。銀次ぶっている感覚に投げかけるすべもなく黙り込んだことにされ何回目の錯覚だ。笑っていたろうさっきまで使い込んだ仮面をやめ この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。